にん。みなさん、こんにちは。こんにちは。いや、こんにちはでござる。こんにちはでござる。僕たちは今、滋賀県にいるでござる。ござるござる。滋賀県の甲賀市というところにいるでござる。ござるござる。今回は、滋賀県琵琶湖だけじゃないということで、滋賀県の魅力をこの動画でお伝えしていきたいと思う。でござる。では、早速、いきます。ドローン。我々は今、甲賀の里、忍者の村にやってきてるでござる。ござるござる。今回は、正式な忍者となるために、9つの修行を経て、本物の忍者になるでござる。にんにん。ちょっとござるござるでしょう。では、やっていくでござる。私たちはこれ着てるんですけど、これも別途料金がかかるんですけど、せっかくだということでレンタルしました。様々な入場料は大人1人1000円で、イオンカードとか JAF とかいろいろ割引が効くカード提示したら100円引きになるので、1100円が1000円で入場することができました。で、これは大人1人1100円と、これが200円やったっけ、かかります。なんかめっちゃ現実的な話になった。当たり前じゃないですか。そう、ちゃんとね、説明しないと。今日はね、天気が良すぎるぐらいあって、めっちゃ暑い。これ正直めっちゃ暑い。まあ今日はとりあえず先にこれをやってから、後で滋賀県の美味しいスイーツを食べに行きたいと思います。とりあえず修行を終えるということは今のところミッションでございます。それでは今回もよろしくお願いします。はい、修行は石垣登りでござる。行ってまいる。準備運動するでござる。準備運動しとった方がいい。これが今から潜入する前の準備運動です。え、どこ、どこにある、これじゃ潜入できんど。足出てこないよ。あ、そこそこ、そこでいいよ。もういいぞ。え、足が足場がない。足場がないよ、どうするでござる。進めない。困った。進めない、ここから。あそこ、あ、もうちょい、あそこでもいいよ。けっ、お、腕の力で、素晴らしい。あ、お。なんとか上がった。なんとか上がったぞ。忍忍法石垣登り。やばい、足場が、足場がないんだよ。あ、こっち、あったあった。あ、おお。忍忍先に失敗、先に行け。いきなり急にアイヌ民族出てきたよ。予選に失敗、急でござる。なんか出てきたよ、これ。 あら、簡単そうに回った。おお、かっこいい。一応ここに足場あった。頑張れ。はっ、とえ、膝大丈夫かしら。とはっ、に膝を気遣い。やばい、息が来た。行くぞ。手が来た。なかなかの難易度では。これ難しそう。行け、網丸。落ちずに向こうまで行けるか。自転車で握力もやられてるからきついでござる。実は昨日滋賀県の琵琶湖一周が終わったばっかりです。わあ、ちょっと難易度高いそこ。おお。なんかむしろサスケやってるみたいだ。くの一になるんだ。
多分サスケ出られるよ、それ。この位置になるんだ。テレビでサスケに出るアミさん、楽しみにもお待ちください。おー、いける、いけた、お、いった、素晴らしい。え、女性に失敗。に、おいしょ。忍者はおいしょとか言うわけないでござる。あ、そうや。さささささ、相手にバレないようにさささっと行くでござる。おお、めっちゃ速い。さすが運動神経バカ。こちらはいらんで、足をクロスさせていくパターンでござる。おお、かっこいい。私はキュービ、囚われの身。この下牢屋があるんだけど、私はキュービ、この牢屋に繋がってる。囚われの身だ。早くなると連れてこい。まさかキュービだった。思ったよりキュービ優しそうですね。抜け打ちだったけど、こっちは抜けないんで。ここでも問題ない。綱渡りだけど綱一旦取りに行くパターン。これは子供の時にいっぱい練習したでしょ。タイヤでね、どうやって膝を乗っける。え、膝だけ乗っける。あ、それでいいかも。とりあえず行ってみるでござる。あ、なるほど、その土だったか。もううまく蹴って戻ってきたら本物の綱渡りだ。寺田にしぱ行ってこい。女性にしぱから寺田にしぱ。一本渡り。おー、すごいバランスか、早い。上手。今のまさにくの一だった。くの一だっただろう。に、もう修行はこれで7個目でやんす。どうした？ござるじゃん。7個目でござる。行くぞ。はっ。おー、軽やか。早っ。あれで、すげえ。すげえ、マジで。昨日本当に琵琶湖走ったのってぐらい。うん、下る方が。下る方がきつい。忍法坂道登り。おお、いいぞ、いいぞ、いいぞ、ゲゲ。おお、早い。これは追っ手が来ても大丈夫だ。まずは安全確認。ちゃんと動かない。ではさらばでござる。おー、声が響く。意外と狭い。おー、あー、冷たい風が見えなくなっちゃった。声聞こえる？おーい、聞こえるか？聞こえるの？聞こえるか？めっちゃ声響くし。どこに行ったんだ？岩が冷たい。両手にしぱー、大丈夫か？じゃあ、生きてるか？生きてるぞ。見えないぞ。どこにいるんだ？このまま行くわ。怖いでござる。頭ぶつけないようにしてござる。すごかったよ。あった、お尻が大きくてぶつかった。これ笑っていいのか。よし、うわぁ、ほんとだ。うわぁ、前が見えない。怖い。涼しい。大丈夫でござる。おお、ここが抜け道か。無事帰還でござる。次で最後です。これで終わりです。これでももうすでに水つかりそうやん。水つくも。うわ、カエルが。やだ。びっくりしたよ。でっかめのカエルの声だったよ。やだ。やりたくないよ。
真の忍者になるために体を張ってやるらしいです。あー届かない。さっきカエルちゃんが行ったんだよこの池。あーサスケだサスケって言ってから飛び、あーあーこれ大丈夫なの本当に。あーいやいやもう足使ってる、冷たい。ミンポ水くぼ、いや私ちっちゃい。いやすごいすごい冷たい、すごい。でもその足どうやって洗うの。赤いやヤバい、誰も助けてよ。やばい、だから嫌なんだ。いやだって言ったんだ。自分で行けって言ってる。めっちゃこれ足沈む。あとちょっと。頑張れ。ありがとうございます。応援してくれて。やばいやばい。オッケー、あとちょっと。うわあ、びっちゃびちゃやー。ちょっと待って、これどうやって上がればいいんだ。ニニびしゃびしゃになっちゃった。俺を見てな、なおやろうとするくのいちあみまるでござる。いやいや言いながらやる。本当にやる？大丈夫？やるよ、痛くないよ。頑張れ。気合は十分です。あのね、いきなり沈むよ。これで真の忍者になれるでござるよ。どうやって片方入れんの？どうやってもう片方入れんの？そこは、どうやって片方入れんの？そこはまあまあ。どうやって片方入れんの？どうやってもう一個片方入れんの？気合い。スタートからいやだ無理ー。いやしじゃあね、こっち押さえとくね、さすがに。と俺はもう濡れたもん変わらない。あうわーちょっとスタートでどうやってスタートしたこれ。待って待って、お、いけたいけた、頑張れ。あうわーちょっとこれマジいける、頑張れ。頑張れ頑張れ、応援してくださってる。こっち答えて。頑張れ。これ無理だね。お、立て直したよ。お、いける。すごいすごい。いけるいける。頑張れ。顔かわいそうだ。落ちるんだ。立て直したよ。進まない。助けてください。助けようと思って。あ、すいません。ありがとうございます。いやいや、お、いけてるいけてる。すごいすごい。頑張れ。あーとちょっと頑張れ。どうする、どうしようこれ。引っ張れ、頑張れ。あーもういいやこれで。もう僕は終わりました。もうこれでいい。あとちょっと頑張れ、いけるよ。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、スタッフの方が支えてくれる。ありがとうございました。ありがとうございました。やめて、パンツが透けるから。やめて。どうでしたか、本物の忍者になれましたか。頑張ったね。手裏剣持ってやるんだ。手裏剣のキーホルダーとか。楽しかったでござる、ござる、ござる。メニューが多すぎて。好きな
です。さっき言ってた、さっき言ったのが何だっけ？この、何だっけさっき？忍者村終わりまして、しっかりお着替えもしました。はい。今日は夜はシャワーを浴びたいと思います。はい、とりあえずお腹空いたので、近くに食べれるとこないかなって探してて、こがもち工房ってところに行ったんだけど、平日はランチしてなくて、土日しかやってないって言われたので、そこの近くにこのお店があるって教えていただいて、お餅とかおにぎりとかも食べられるお店にやってきました。カフェやね。カフェですか。すごい落ち着いた雰囲気で、開放感のある。この後バームクーヘンを食べに行きたいと思ってるので、ちょっと軽食でサイドメニューにしたいと思います。ランチはねすごく美味しそうだったんだけど、さすがにあんま食べ過ぎるといけないので、でこれはなんかちょうど半額になってるって言われたので、こんがり焼いたのが美味しい。お腹空いた、お腹空いた、なんだかんだ体力使ったね。塩焼きます。ちょっと焼きすぎちゃったけど、揚げです。こちらの店員さんがお母ちゃんということで、そのご主人が建てられた家で、この家を1年半かけて建てられたらしいです。うん、でそのこの家を見てほしくてカフェを始めたんです。素敵な話。素敵な話ね。美味しい抹茶。先にいただきます。うん。お。美味しそう。焼いたことによって外がサクッと、中はプルンと。プルンと。うん。醤醤油すごい合う。うん、美味しい。女子会でランチ、うん、もういいし、こうやって夫婦で来てほしい。いいね。女性の方好きやろな。好きだと思う。実際にいらっしゃるし。うん、タレを3種類選べるのです。これ何だったっけな、大根おろし忘れちゃった。忘れちゃった。この甘い食べ方からおかず的な食べ方もあっていいよね。うん、全部がお上品だ。お皿とかもすごいお上品だ。うん、大根おろしと醤油が合うんだよね。日本一周してると落ちてなかなか食べないかな。うん、ブーナップバター、もなかも焼くことで香ばしさがアップして美味しい。お餅をこういう上品なところで食べるのもなんか不思議な感じだね。食を楽しむって感じです。そうですね、うん、皮がパリパリ薄くて、うん、中のあんこがぎっしり。本当だね、めちゃくちゃぎっしり。次男坊。私は末っ子です。あ、俺だろ、次男坊。あ、そうだ、俺だ。こちら守山市にあります次男坊というお店に寄らせていただきました。テイクアウト専門のお店で、これは芸者です。いっぱい豆が置いてあったね。うん、種類がたくさんあった。ローストするように木豆を今回買いましたけど、またそれはキャンプの時にしたいと思います。芸者だけど酸味は抑えめで、夏にはぴったりのコーヒーです。デザインもすごく可愛くて、つい手に取っちゃうようなのが、うん、パッケージが可愛かった ね、 いいね、最高です。すごく優しそうな店員さんで、うん、奥様なのかわからないんですけど、すごく美人でした。アミガスに、うん、めっちゃ美人、ちゃってキュンとしました。ちっちゃいお店なんですけど、うん、焙煎専門のお店みたいで、基本的にはいろんな豆を定期的に買いに行きたくなるようなお店です。ではこれからバームクーヘンを食べに行きたいと思います。はい、掃除ロボことだろうね。すごいね。
れ様です。待ってね。自動お掃除ロボットってことだろうね、多分。サブハリエ、ラコリーナ、一体どれが正式なのか分かりませんけど、大きな施設にやってきました。バームクーヘンを食べに来ましたが、いろんな施設が複合されてるのかな、うん、あちこちでカフェみたいなとこがあるから、一体どこで食べたらいいのか分かんないけど、とりあえずあれに行ってみたいと思います。これの向こう側、多分こっちだと。なんか新店舗もオープンっていうのを書いてましたけど、ね、大きくなってるのかな。細長バームクーヘン、ではいただきます。持った瞬間にさ、ふわふわなのが分かるのと、周りがパリパリ、あ、はいはいはい、コーティングされているというのが分かります。香りはすごい。どうした？ふわって香る。卵の香り？すごい。ふわふわ。今まで食べてきたバームクーヘンの中で、ダントツにふわふわ。へぇ。細長かったっていうのは、このぐらいの大きさになるからってことやね。うまい。仕立ては残念だったけど、これでも十分美味しく味わえる。うまいなぁ。うまいですね。これはお土産に買って帰りたくなるのは確実。すごい。本当に香りが強い。ペロッと食べちゃいました。このサイズだからこそちょうどいいかなって思うし、うん、絶対2個は食べられます。しっとりっていうよりかはふわの方が強いかな、うん、でもパサパサは全くしてない。もともと種屋っていう和菓子屋さんの有名なお店だったんだけど、そこの次男さんがクラブハリエっていう名前として洋菓子の方を経営されたということみたいです。だから種屋っていう大きな会社の中のクラブハリエっていうイメージなのかな。和菓子部門、洋菓子部門みたいな感じで言うんでしょうか。 Do you miss the way I fix my hair? To the left and all the way back to the right.Doesn't matter, cause you're never gonna see me again. Like you used to every single day. 待ってるけど、パン屋さんもあるみたいです。I got over you, no problems, no hesitations. あんが一緒に入ってるんだね。ああ、ああ。そういうことなんだ。じゃあ、こちらを、せっかくなので。もカフェはありますので、ここでも食べていくことが可能です。こっちは洋じゃないカステラな感じはする。ふわふわしすぎてるとかじゃなくて、光り目のマドレーヌっぽい感じのカステラっていう感じ。でも全然パサパサしてない。お口の中で溶けるような感じです。珍しいなと思ったら和菓子のカステラっていうのがね。そうだよね。でもそんな感じがする。わかる。バームクーヘンの時とは違う感じ、うん、少しザラメ入りかな。あ、そう、ザクザクしたよね。あ、そう、もしかしたら上にかかってるのか、うん、でも洋菓子といってもいいぐらいのカステラ。そう、まあ、そうだね。珍しいよね、こんなあんかけて食べる、うん、つけながら食べよう。うん、美味しい。優しい甘さで合いますね、カステラに。和になるよ、あんこと食べると。コーヒーと一緒に食べたいでしょ。なんでそんな腹立つ感じ食べるんだ。美味しい。ここの美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ひたてのバームクーヘンを食べたい方は、ぜひ早めの時間に来られた方がいいかと思います。今の時間帯は割とね、ゆっくり。景色も見ながら。この空間だけでもね、おしゃれだから、うん、落ち着ける空間かなと。これにて滋賀県の旅が終了となります、はい、滋賀県は琵琶市の方もしたんですけど、琵琶湖だけじゃなくて今日行った忍者村だったりとか、食べ物もまだ
本当はね食べたいものもあったんですけど、道の駅を巡ったりもしたので、その中でたくさん美味しいものを食べられたので大満足な旅となりました。はい、ぜひ僕たちの動画で琵琶湖だけじゃないというのが伝わっていればいいなと思います。うん、自然もたくさん感じられるし、あの小麦畑とかね、うん、すごく今の時期は綺麗に見られたので、ドライブがてらにでも遊びに来てみてはいかがでしょうか。僕たちの動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ありがとう。ニンバーン、もく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 ドローン、じゃあシャンプルに気をつけてみよう。何だろう、シリキン。